ありがとうございます。10分から15分くらい休憩入れて、トイレとかのしっかり飲んでください。今もあっち住んでるんですか？あっちっていうか、あっち住んでますよ。かけ住んでますよ。かけですよね。はい、また遊び来てください。雪が多いでしょ。今日だって雪降るよ。なんだっけ、西島にある芸術センター、なんか前あった、あ、そうそうそう、学校が広くて、そこに行って、そこに行って、その後ここに行こうよと思って。今日じゃん、この人が鬱陶しい人、血液型にうるさいんだけど、誰にも相手にされない。国際構築という研究をしてますから。色で分かるんですか？国際の色で。50歳から研究してます。もう割れる。これは割れる。感動します。割れる。今日色つくんですか？つかない、色はつかない。あるよ、いろいろ面白いね。白黒っていうの。聴覚障害の場合は、視覚障害の場合は音で相手を見る。大体ね。大体大きいですよね。懐かしいですね。まだ生きてるんですね。僕もだけど。また会えて嬉しいです。ちらっと聞いた話で広島に住むかもしれないけど。あ、そうなんですよ。4月1日に決まったの。横浜はいいよ。横浜いいよ。横浜シネマがあるし。船入りもいいですよ。船入り本町です。あ、本当。あ、おめでとう。
決まった。決まりました。何だったの？なんかあの庶民的な安いですよ。でずっともっと船りからもっと今横浜も海の方がね、海の方行くと気象台があって、あ、気象台エヴァっていうところに行くと、あ、気象台、うん、どうもありがとうございます。来てくれてありがとうございます。そんなこと、そんなことは全然気にしなくていいから。あれも来てないんだよ。誰も来てないんだよ。一度さんも来てないし、ベーコンだって来てないし、僕友達がいないと思ってるよ。来月住宅券を払わないといけないんですよ。まあ福祉が出してくれるんですけど、ちょっとお金貯めないといけないんで、すいません。大谷さんで家におるのが一番なんです。私に来て会いにしてくれるんですよ。まあでも困ってくれる人がいると嬉しいよね。それはよくわかります。もうやめないと やらないですよ。何が？すみません。スピードが一番速いところが赤だ。あのね、高いのが一番速い。なるほど。これ一番遅いの。あのその色彩の中に周波数によってスピードが違うの。でもジャズ好きなんでね、マッコイタイナーでしょ。おいおい、マッコイタイナーでしょ。